こんにちは、しおです。今回もマリオやっていこうかなと思います。昨日は私なんとね、本当に2ヶ月ぶりぐらいになんと外食しちゃったね。本当最新の注意を払って、まあ誰としたかっていうと、まあ、友人と言って、まあ、今日はお前のおごりでいいよって言って行ったんだけど、でそこでねびっくりドンキーの話になったんだよね。いやびっくりドンキーってマジうまくねみたいな話になって、なんかびっくりドンキー以上のハンバーグってあんのかなみたいな、そういう世間狭いトークしてたんだけど、でそうしてて、なんかねその友人がうわフォトンエッチだって。私これ毎回思うんだけど、もう一回してこないかな、ちょしてきてフォトンエッチ。これ静香ちゃん参戦したらのび太さんのエッチ来た、のび太さんのエッチになるなと思って。いやその友人が言ってたのがなんだっけな、やばいこれもう危ね戻れる、言ってたのがなんか高い肉食べたことあるよみたいな、そう高いハンバーグか、びっくりドンキーハンバーグ屋さんだからね食べたことあるよみたいなこと言ってて、でなんかねあーすごいびっくりドンキー超えてたみたいなこと聞いたら、なんか別物だって言ってたね、そのまたハンバーグがなんか野球とサッカーみたいな感じみたいなこと言ったんだよね。なんか野球とサッカーって別じゃん、それぞれの良さがあるじゃん、だから別物って言ったら、まあ、野球とソフトボールみたいな感じかなって言ってたねまあ似てるけどあれちょっと違うみたいな、そんな感じだね。だから多分高い、あー今日ハンバーグもそうなんだろうね、美味しいけどやっぱびっくりドンキーにはびっくりドンキーの良さ、寿司とかだとさなんか本当にあるじゃん、その暗いみたいな。私ね今日ね何の動画撮ろうかなと思って考えてたんだけど、めっちゃ5時間ぐらい考えてたね。私結構動画撮るのいつも何撮ろうか考えてんだよね。いつも渾身うわ渾身の動画を上げてるんだけど、驚いたドンキー、びっくりドンキーの話してるからって積んでる名残やばい。さあ勝ちます。いやだからね私も結構動画はね考えてんだよね、何の動画やろうかなみたいな。で私のよくわかんないと思われてるその動画もう実は5時間ぐらい考えられてもうやられてるのかもしれない。うますぎる。あとくせさあいけ、うん、誰だそれ、いや写真家だ、あれなんだっけあの人、今日はお何やってんのドンキーおドンキー大丈夫かカメラ、いや完全に私のエターナルタイムだね。こあここでファイヤー当てろってことか、あばよ私がね、まあ、どっちがアバイをするか言ってないからね。はっ、勝ちたいぜ、お前何やってんだよ、やばいやばい、名前白タンな、お前村タンだろ、紫だから、やばい乃木坂カラーだ、やばい。さあみんなスプラトゥーン3やりきたー。いやでもドンキー重いからな、あこれおしっこかけちゃおう、じゃあな、ここ激ムいいね、さっきと同じ感じ。いや白タン多分強い、うわー無理だ、危ねえ、私のレバーガチャよく間に合ってるね、あっこれで同じサイズぐらいだもんね、あかわいいリトルドンキーやばすぎ。まあまあ全然正直弱点のチャンスあるね、やばい、いや正直やばい、マスターハンド出てきた、これもう即死コンボ決めるしかない、みんな見て、やぶねえ、やばい、しゃやばい、あー見ました、このマリオの顔見たマリオの今の人間を見下した、やばすぎ、この手も邪魔すぎ、これ絶対投げてくる、やばすぎ、これみんな逆転の一手、みんな見てアイテムに頼ります、逃げる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 、アイテム待ち、そうこの霧に隠れるからね、私どこにいるでしょうかみたいな、ここでした。1スト半でください、あげませんね、私逆にちょうだいよ、逆に半でほしいよ、あーくそこいつ、いやこいつあれだ、俺今日勉強してないからっていう高い点数取る人と思ったら私の方が高い点数取ってた、ごめんね、オッケー、やばい、あーちょっとガード解く勇気を、ナイス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 、邪魔それ、やるじゃねえか。なんか私前ねその YouTube 見てたら、あ待って
この人、左に持ってくわ。多分帰れません、これで。で、そこはち、やるね。コロナになっちゃったみたいな。でももう治ったよみたいな言ってた人がいて、一回やれようか。あ、もう一回お願いしますだって。ほんとしょうがねえな。あれ、え、これ白タン、アローラの姿じゃない？あれ白タンってあれ、あの白タン、え、あの方ですか？いや、ちょ待って、さっきの恨みを晴らすわ、白タン。いや、待って、これいけないちゅ。いやー、さすが臭い花。あれ、綺麗な花か。綺麗花か。あ、そうで、コロナになったっていう人いて、なんかね、やっぱ味覚とかなくなったらしいよ。なんかよくさ、無表情みたいなこと聞くじゃん。無表情な人っているじゃん。だからそれ聞くと安心だなと思うけど、やっぱそうじゃないんだ。それ聞くと怖いなと思って。コロナってあれなのかな、誰が面倒見てくれんのかな。なんか風邪来ました。風邪とかだとあれじゃん。いい、攻めて、くぅ、しびれるぜ。これ跳ね返します、私。これ跳ね返せんのかな。あのイエローくん超強いんだよね。うますぎ。まあそれはしょうがない。なんかお母さんとかに看病してもらうと、なんか映っちゃいそうじゃない、お母さんとかにも。だからそれが怖いよね。やばい、白タンやるね。白タン、やばい、落ち着こう。一回冷静、今落ち着いたね。私白タンペースだったけど、オッケー。このちょ余裕を見せると、オッケー、いいね。さあ白タン、こっから男の勝負よ。いやでもアイテムに頼んないと白タンに勝てない気がすんな。白タン多分格上だと思うんだよな、私の予想だと。ナイス。さあこのアイテムに全てかかってる。いや私タヌキチついてるせいで動きずれ。頼む、 いけ。うわ、どこ行くの私。実家突入、危ねえ、やばい。もう白タンフェスティバルじゃん。邪魔。おっと、のび太&静香来ました。やっぱ静香ちゃんね、出たら絶対人気になると思うんだよね。あ、こいつ絶対のび太さんのエッチやってくる。あ、やってこなかった。でもね、昔ある人が言ってたんだけど、そのスマブラってマイクロのキャラいるんだよね。え、マイクラのキャラいるんだ。いや、あいつはあそこに入れようとしてる。ただ入れるのはあつきちゃんね。ジャーニー、なに、でかい状態で入れてやる。いけ。うわ、ちょうどタイムリミットでした。む、強すぎその状態で。マイクラのキャラ追加されて、なんかマイクラ好きな人はそのマイクラのキャラ使うよね。いけ、シューゲームズゴー、くっそ。マイクラのキャラ使うよねみたいなこと言ってたんだけど、いやマイクラ好きな人はマイクラやるよみたいなこと言ってて、確かにと思った。わざわざスマブラやんないのかもね、マイクラ好きな人は。ちょ、深くない？マイクラ好きな人はマイクラのキャラ使うと思いきや、そもそもスマブラをやんない説ね。なるほどと思っちゃったね。もうひどいよ。さあ今回佐渡さんやって終わろうかなと思います。やばい、もう今日喋る内容が全然ない。いや、アイテム出てほしいな。ピットを跳ね返し持ってんだよね、私と一緒で。このマントみたいな、何落ちてきた今。ああ、なるほどね。あ、まあ全然逆転できるよ。 OK、 これくるくる回します。なんかアイテムって量ってあんのかな、出るときと出ないときみたいな。なんか出ないと、いや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 、なんか出ないとき全然出ないんだよね。 OK、 来た、即死コンボではないけど全然 OK。 それ邪魔くさいな。あ、鼻から牛乳。懐かしい、なんかそういう CM あったよね。これも使っちゃうわ、私。私これの使い方超下手くそなんだよね。いやー、やばいな。 OK、 これ決めます。いや、いやー、メテオで潔く決めてたらかっこよかった。熱すぎ、熱すぎ。跳ね返してくる、分かってるよ。私も跳ね返せるからね。君も跳ね返せるように、君ができることは君もできる。やばすぎ、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 やばすぎ。
ピストルめっちゃ強くなったのかと思った。ここもう君は帰ってこれないぜ、陸に。終わりよ。